はい、今日は久しぶりコストコに行きます。誰もイエイと言わない。今月初めてのコストコ。はい、こっちゃん。違うよ、令和初やろ。さあ、令和初だって。いや、行ったよ、一回行ってない。え、ゴールデンウィーク中、じいさんコストコ行って肉とか買ってバーベキューしてるじゃん。それは令和じゃないわ。え、令和になってかも行ったよね。平成だ。行ったよ。いや、令和じゃないわ。パパの YouTube いたしかあるもん。よし、コストコ行くぞ。楽しみ、久しぶりのコストコ。お、向こうちゃん、ほらほらほら、行きたい行きたい行きたい、コストコ行きたい、コストコ行きたいって。はい、行こうな、コストコな。令和行ってないって、コストコ。じゃあ令和初のコストコに行きましょうか。ね、こうちゃん、こうちゃん、靴でそこ行っちゃダメよ、ね、こうちゃん。ごめんなさいわ。ごめんなさい、ごめんなさい。こうちゃん、ダメよ。こうちゃん、こうちゃん、はい、ほらほら、靴履いたまま行かん。はい、行こうな。行こう行こう行こう。はい。はい、はい、行こうな。混んでると思う人。空いてる。パパも空いてると思う、雨だから。あ、みんなコストコだ。ちょっといる。だけど200キロくらいしか走ってないよ。あ、違うわ。ん、あ、もうあんまないのか。あと200キロぐらいしか走んないとか。先にねえの。どっから行くんだっけ。あの赤い車に乗ってくる。今日空いてんね、まだ。はい、ソフトクリーム。はい、はい、今日久しぶりにコストコ行ってきました。どうじゃ。6月のコストコで買ったもの紹介。どうじゃ。はい、まずは、はい、これこうちゃんが突っ込んだタケノコの里です。はい、こうちゃん、どうぞ。はいはい、はい。で、あとこれが、はい、これちょっと安かったんで、キットカットフォーカフェ、業務用のキットカットで、これもいつも買ってる定番のうちの、はい、お茶漬け詰め合わせ業務用24袋入りです。で、あ、これもよく買うね。はい、ベビースターラーメン。はい、でしょ。で、はい、コーヒー豆はいつもコストコで買ってます。はい、今回はオーガニックエチオピアを3つ。はい、水出しコーヒーするとコーヒー豆の消費量が激しいので、はい、3つ買いました。はい、よいしょ。で、はい、これカズトが好きな、好きじゃないし、いつも食ってんじゃん。だってそれはね、あのね、フルーツ抜いとる結構やる。普通のグラノラでいいじゃん、カズトは。はい、フルーツグラノラ。はい、これもちょっと安かったんで2袋買いました。はい、フルーツグラノラ。で、これもちょっと安かったんで、はい、ほろほろ焼きのおせんべい。あ、よい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 よ。で、はい、大体おいしい。よいしょ。はい、これ今回カズトが欲しいって言ってたんで、はい、キシリトールのガム。大豆く。あ、もう食ってるし。大豆。もう食ってるし。で、なんだこれは。なにこれ。これはなんだ。これなにこれ。だだだだだだだ。ブラッシングだけでサラツヤ髪。なにこれ。ブラシ。
ブラシ？髪のブラシ？ブラシをなんか1個買ってます。どうぞどう。はい、で、あとこれはなんだ、重いぞこれ。重くねえや。これ何、これ？これ書いてない。あ、ジップロックじゃん。ジップロック。はい、で、あとはカップロック。はい、これジンジャーエール。はい、これもうち定番ジンジャーエール。はい、何本入りこれ？1、2、3、4、24本入り。はい、これ瓶返すとお金がちょっと戻ってきます。ちょっと？ちょっと？はい、あと、はい、これトイレットペーパーでーす。はい、はい、あー、はい、で、はい、次、冷蔵品いきまーす。はい、今日の晩ご飯。はい、みんなが大好きさ、ノルウェー産の刺身用のアトランティックサーモン。あ、はい、これで今日炙りサーモンにするそうです。はい、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 今回なんか新製品で、新商品で出てた、ちょっと曇ってるけど、抹茶&グランベリーロールケーキ。はい、なんか抹茶の新しいコストコの新商品、ちょっと曇って見えない。はい、これで、ロールケーキ、これ998円に出会います。全部これじゃん。はい、これもすごいんだよね。はい、これ最近これ買ってベーコンにしたりとか、いろいろ肉を、はい、豚肉のカナダ産、これ三元豚っつうの、これなんつうの、三元豚のバラ真空パック。はい、豚肉 4.42kg で、はい、3757円になります。ママの待ってるよ。はい、で、はい、これはいつもスムージーにするための、はい、今回ちょっとパイナップル買ってみました。いやだねって言った。パイナップルチャンク。はい、どれだけ。あ、これも買ったのか。あっという間になくなる、いつもね。はい、これもよく買う父安ヨーグルトのアソートパック。はい、これこうちゃんがあっという間に食べてしまいます。はい、終わった。はい、以上、今回コストコで買ったもののご紹介でした。大丈夫大丈夫。はい、で、あとパパは買い漫画倉庫でレトロゲームを買いまして、今回何買ったかっていうと、別のさ、動画でよく、はい、スーパー超原人、はい、580円でございます。スーパーファミコンのソフトです。で、高橋名人の大冒険島、はい、580円。これさ、なんかさ、スーパーファミコンミニに入ってたような気もするんだけど、気のせいかな。で、あと、はい、ちょっと安かったんで、任天堂64のゼルダの伝説、時のオカリナ、280円。はい。はい、以上。あと、まだあったじゃん。ピザ。ピザを買ってるんだよね。パパのある？ない。ここ焼いたよ。はい。あと1個頼むから。はい、で、ピザをお昼ご飯用にワンホール買いました。これ何ピザ、これコンボ、コンボピザ。はい、コストコのテイクアウトのところで買いました。はい、以上、6月のコストコで買ったもの紹介でした。また来月。はい、行かない絶対行くじゃん、月1ぐらい。5月行かなかったじゃん。
ったっけ、あ、行かなかったっけ、あれそうだっけ、4月30日で、はーい、はいはい、お願いします、はい、はい、どうぞ、はい、たけのこの里、紅茶、これ大好きだもんね、はい、はい、はい、一気に食べちゃダメよ、はい、はい、はい、どうぞ、はい、はい、よいしょ、手につけんの？